どうも、ウカでございます。それで今回やっていくのは、マリオ 3D ワールドということでやっていきましょう。いきます。スーパーマリオブラーズ、スーパーマリオブラーズ 3D ワールドかな？じゃやっていきましょう。とりあえずどういうゲームかっていうと、まあ簡単になんでしょうね。マリオの 3D 熱と解釈していただければと思っております。やっていきましょう。1から5。まあオープニング見ていただけた通り、連れさらわれてしまいました。囚われの妖精。さあそこクッパからそれを救うことができるのかというわけでやっていきましょう。ちなみにこれ初見プレイではないです。友人とそこそこ進めてました。個人的にちょっとまあ友達とやってましたんで、でも一人でやるのは初めてですというわけでやっていきましょう。とりあえずジャンプしていろいろやっていこう。まずまだこうやって登ることができるっていうことは知ってました。いろいろもう操作方法は大体分かってるんで、とりあえず流れ作業みたいな感じでやっていきたいと思います。ほい、お、いいね。で、猫。パンチ。よっしゃ、いいね。猫というのは、これちなみに 3D ワールドで初めて出てきた、能力だそうです、どうやら。やっていきましょう。ふい。お、また猫出た。で、一つストックできるそうです、どうやら。ということです。うい。で、こうやって登ってって。何かあるのかな？あ、ちょっと見ていこう。こっちになんかありそう。あ、ないわ。こ上か。上行ったらなんかありそうだな。こうやっていくと何かあるかもしれないっていう。そうそうそう。ワールドに必ず、3つこちら。グリーンスター、これ。こっちですね。グリーンスターが、あー、ちょっと待って、やばい、うお、頑張れ、やばいやばい、死ぬ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 、あーいや、申し訳ない。ちょっと油断した。うん。もう一回行こう、もう一回行こう。ワールドには必ず、3つのグリーンスターと1つの、スタンプがあります。なんで、できることならそれを全部ゲットしたいんですが、今回はそういうことは特に考えず、まずはクリア。うん、まずクリアを考えていきたいと思います。で、それで、マックスまで手に入れられたらいいなと思いますが、やっていきましょう。で、まず1つ目がここにあるって分かったんで、さっきね。気をつけて運転しましょう。で、こっちだ。右。OK。で、上、行くと。ジャンプ。おいね。で、スライディングとかいろいろできるんでね。で、もう一回、ほい。で、それで登る。はい、二人と、あー、やれた、くそー、もったいねー。まあ、先行きましょう。なんかないよね、特に。で、こうやって時々視点変更もできます。まあ、やっぱ 3D なだけあってね、行きましょう。ドカーンと。ドカンだけにドカーンと。失礼しました。ほい。登って。で、ちょっと、せっかくなんで、猫、使いましょう。ほい。で、こうやってストックしたやつを使うこともできると。で、確か俺の覚えである、このウサギは、このウサギ、このウサギを、うりゃ、あ、よっしゃ、オッケー。まあ、倒したんですけど、これでゲットできると、二つ目です。お、鈴があるじゃん。登って。ゲット、オッケー、いいね。これ上にないかあるのかなと思って登っていきまーす。そいっと、オッケー。で、まずこの、出た大型。この40メートル級目。40メートル級？あ、いや、せいってやると、出てくる。さいやー、いただきます。ごっちゃんです。はい、マリオおなじみの巨大化でございますよ、皆さん。よいしょ。さあ、こっちへ。おらー。おらおら、あ、鈴。あ、いや、せいとして。置いとこう。おら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 。おらおら、俺様の通りだ。せいってい。オッケーね。で、こす。で、向こうともう一つあります。で、さっきチラッと見損ねたんですが、ちょっと戻りましょう、一瞬。よかった、気づいて。ここだね。はいはいはい。ここ行きます。走って、ついでに猫もゲットしてきましたよ、ね。偶然ストックしておいた。ゲッチュー。で、こちら、はい、入りましょう。ほいっと。すると、ここにはスタンプがあるという話です。乗っていこう。はい。
I get you, OK。 さあこれではい戻る。でとはいカモン、戻ってまいりました。というわけでここであとはもうゴールするだけですね。頑張りましょう。ゴールはせめててっぺんを狙いたいな、どうせやるんだったら。よいしょよいしょ、おいっと一個取るとこうやって列がわおっていう、まあ、取り損ねた、皆さんこれ取り損ねたやつとか気にするパターンですか。これ一応こうやってぐるーって回ってジャーンプ、あ届かバババブ。まあ猫はどうせあのなんだろう、まああの猫の特性としてあの高いところへ登ることができるので、こうやってあ間違えてもある程度はあの旗を登ってくれるんで助かりますが、できることならやっぱり猫の力を借りずにトップへ登りたいわけでございます。頑張りましょう。そいよジャンプオールヤードだ、届け、よしオーケー、こういうことでございますよ。そうそうそう、こういうことこういうこと、うん、完成しました、ヤッフーと。ありがとうございます。こういう感じでやっていきます、とりあえず。うん、で1ステージ1動画というペースでやっていこうかなと思います。まあとりあえずのんびりですね。はい、まあ通勤とかなさ、いろいろ通学とかそういう方々に楽しんでいただけるよう頑張っていきたいと思います。というわけで、まあこれで1ステージクリアと。で、スターが3つゲット。まあとりあえずここがパーフェクトですね。で、お次行きましょう。セーブしています。というわけで、はい、というわけで次回行きたいと思います。じゃねん。